す。今回はですね、これロボットさんですね。260がですね、3本で、5インチの丸と切れ端ですね。色を変えてこの色で桃色ですね、行ってみたいと思います。まずはですね、足からいきますね。これぐらいかな。はい、これでこれぐらい残ってますでしょうかね、14センチですね。はい、ではまずピンチツイッチを切って6センチですね。それでこれぐらいかなというところで、これがちょうど10センチですね。それでピンチテストを作ります。でこの幅ぐらいですね。なのでこれぐらいかなというところで、これぐらいというのは、はい、7センチですね。それでピンチツイストを作って、これがいくつですか、10センチですかね。はい、10センチで、はい、ピンチツイストを置かない、輪っかを作って、でピンチツイストを作って、しまいということですね。はい、よっ、次にここ手こういって、こう戻って、こうですね、ここも作って、これも同じぐらいですね。はい、同じぐらい、14センチ残していきましょうか。じゃあ今度はですね、ピンチツイストではなくて、こういう風にですね、ちっちゃい、あ、これでこうか、ピンチツイストじゃなくてですね、これぐらいの4センチくらいかな、はい、そうですね、4センチですね。それでちっちゃい輪っか、このこれよりは全然小さいのを作りますね。これも、これも、ね、4センチぐらいですね。それでお手手も、お手手もこんな長くは取らないですね。これぐらい。はい、これが6センチ。そして首ですね。そして、胴体、ここにガッチャンとします。はい、こういうことですよね。わかりますよね。それで、いくつか6でしたかね。で、こちらと片っこと同じ、
でここは切っておきましょうね。できました。じゃあ頭に行きます。頭もですねちょっとだけなんでそんなにいらないです。はい、これぐらいで全然大丈夫です。これでいくつですか。一応念のため19センチも残ってますね。はい、全然少ししか使わない。お耳のピンチツイですね。で、どれぐらいかな。だいたい、はい、頭8センチでいきましょうね。8でピンチツイとこれと同じですね。で8センチ、ここを使いましょうかね。で、お目目はですね、5インチ、あまり大きくてもしょうがないんで、これぐらいなんですけどね、5センチぐらいか、6センチ、5センチぐらいでいいか、これぐらいですね。はい、はい、これですね。で、結んで真ん中を開けて、それで引っ張りますんで、ここでしっかり結んでおきましょうね。ね、こうやって引っ張りますね。さて、それで、ここの間から入れて、こういう感じですね。で、これを首にぴったんこですね。
で頭を、まあこれアンテナみたいなもんですよね、感じとしてはね。ここで空気を抜いていきます。でここを結びます。ここじゃなくてここを結びますね。ということでこういうふうになりますね。でこれを頭に押し込んで、こういうふうになります。あとは目を描いて、目はまあ好きに、ということでロボットの完成でした。ウセナとタイでした。またお会いしましょう。